んばんは、深川亮です。こんばんは、内藤聡子です。5時に夢中月曜日、本日のコメンテーターをご紹介します。夏休みをいただきまして申し訳ございませんでした。いかがでしたでしょうか。本当に申し訳ないと思ってるいやいや、まあ申し訳ないと言いますか、まあいろいろね、まあそのこの番組のまあためのというとちょっと語弊ありますが、その充電という意味です。番組のためにいろんな人を試して1月からもう早く司会を変えようっていう、なので今回皆さん評判良かったということで、絶対に登録は見ないようにしております。はい、絶対見ちゃいけない。すごい評判良かったのよ。各曜日楽しかったし、各曜日各曜日本日もよろしくお願いします。そして月曜日の黒船特派員はこの男。はい、皆さんこんばんは。そして How are you Tokyo？ 元気ですね。はい、黒船特派員のマックスです。今日も副島くんがお休みのため、僕が代打を務めます。よろしくお願いします。さて、月曜日コーナーはこちらの2つ。おまま太鼓歌合戦では元松竹歌劇団の一員として活躍した美人おママが登場。その波乱に満ちた反省に迫ります。どちらも番組の後半です。お楽しみに。いや、正直ものすごいなんか将来性を感じるんですけども、すごい、はい、いない間にね、そう、はい、原点に戻ったっていうかね、はい、あ、流暢な日本語をしゃべる外人はもはや日本人なんだっていう、黒船の意味をね、改めてこう。はいはい、問いかけてみたら副島君戻りづらいじゃないですか。副島は副島でね、ちゃんとしたんだけどね。ゲットしました。ということでよろしくお願いします。さて、生投票です。今日のテーマ何でしょうか。恋愛や結婚に関するサイトを第4位まで紹介しました。続いてはちらっと見出しだけ。さあ、今日一番気になった見出しはこちら。東京ヘッドラインウェブ版より、デヴィ夫人私のエネルギーは怒りという記事です。マット・デイモンとジョディ・ファスターの共演で注目を集める20日、73歳とは思えない美しさと体力について聞かれ、私のエネルギーは怒りから来ていますと元気いっぱいに答えたということです。マツコさん、若林さん、やっぱり怒りはパワーになりますか。パワーにもなるけどストレスにもなるかな。ちなみにデヴィ夫人、この間放送ではカットされてましたけど、収録中にやっぱりダッチワイフの意味をみんな間違えてるんですよ。怒ってました。あれね、私一緒にマツコさんと出てたんですけど、ずっとダッチワイフの話を、なんかね、ダッチワイフ金銭触れたんだよね。なんか私たちのダッチワイフの使い方が間違ってたみたいで、すごいな。ちゃんと話聞いてください。はい、聞いてます。どうなのダッチワイフは。ダッチワイフ答えなくていいですよ。いいですよ、締めてください。ノーコメントです。はい。じゃあ、さて、他にも魅力的なニュース満載のウェブ版東京ヘッドライン、皆さんぜひご覧になってみてください。以上、ちらっと見出しだけでした。バスへに響き渡る魂の歌声。スナックのママたちが奏でる涙と笑いの人生劇場。さあ、今年バスへの歌姫日本一に輝くのは果たして誰なのか。おまま太鼓歌合戦第5幕、本日登場するバスへの歌姫はこちら、中央区八重洲スナック花テルミママです。それではご覧ください。 BTR バスへスナック花。早速足を踏み入れると、そこにこんばんは、あー、いらっしゃい、どうぞどうぞ。いた。本日のバスへの歌姫、スナック花のおママ、花房てるみママ。戦後絶大な人気を誇った松竹歌劇団のスターだったというママには一体どんな人生が。今もお店で踊ったりされるんですか。そうですね、お客さんがノリのいい歌を歌うと、それに合わせてちょっと踊ったり足を上げたりしますけど、たまに足を上げすぎてパンツつけ忘れて、あそこがちょっとちらっと見えちゃったりとかありますね、うん、はい、今日は履いてるから大丈夫。あ、うん、グッドです松竹音楽舞踊学校に入りました。今活躍してらっしゃる淡路恵子さんとか草笛光子さんとか倍賞さん兄弟そういう方たちが出た学校ですよ。全然知らないんです松竹舞踊学校は当時宝塚以上の人気を誇った松竹歌劇団の養成学校。歌手として CD デビューしたんですけど売れなくて、しかもある作曲家が演歌のフィーリングがなってないから、これからホテル行ってそのフィーリングの出し方を教えてやると。しかもハゲ親父にね、私はその思いまでして有名になりたくないって言ったら、その当時売れてた歌手の名前を2人挙げて自分から来たよって言うから、私は今ここに1000万積まれても嫌ですって言った。元旦那との離婚のバトルかな。もう最悪で嫉妬深くて、俺の言うことは全部聞け、自分が主張する時に一歩も出るなって言って、さらに確認するために探偵社をつけて出張するっていう。電話に盗聴器つけたり、この壁に外からでもこんな小さいのポンとつけられるらしいんで、外から息子がやって、その時親子で。というテルミママでしたが、もう一回言って、はい、テルミママでしたが、皆さんいかがでしたか。さてそれではここで気になる採点に移ります。だけあってお歌がとても上手で、まあいいですね。はい、わかりました。じゃあマツコさんからお願いします。77点です。ちょっとはい。これ77ちょっと英語で言ってみて。77です。普通だったわね。だったらさ69点言わせてよ。69点ですか。いやおかしいです。あれか。テルミのあたりからおかしかったんですよ。わかりました。はい、というわけで合計157点を獲得しましたテルミママが。はい、暫定8位。普通にいるじゃないテルミって。あと今普通にいるじゃない。さて来週はどんな素敵なママが登場するのでしょうか。以上おママ太鼓歌合戦でした。それでは空の様子を見てみましょう。ご覧いただいているのは東京 MX の屋上にあります半蔵門お天気カメラの映像ですが、お昼過ぎからはおおむね晴れた一日になりそうです。以上黒船天気予報でした。はい、マックスありがとうございました。それでは、その他の実践紹介したいと思います。はい、こちらはジョリジョリーナジョリーさんという埼玉にお住まいの男性の方です。ずいぶんジョリジョリしてますね。バカだね。こちら深川さんへですね。はい、深川さんお帰りなさい。はい、やっぱり司会は深川さんじゃないと。でももし司会が変わるなら堀潤さんで。後輩いらないですよ。前半だけでやめてください。でも本当に深川さんお帰りなさいメールがたくさんありまして、2通しかないですけどね。ちょっとこの後も大川さんと焼肉行きたいと思います。はい、精力つけてきてください。はい、ということでまた明日ご覧ください。さようなら。Hey guys, thanks for watching that video. So those are the only two episodes I was ever on. Those were both in 2013, and I was offered maybe a potential contract in 2014 for 6 months, but ended up turning it down. And you know, I might one day go back and try to re-audition and go back to Japan to do this again. But you know, if I did actually take that job opportunity when it was presented, I probably would have never started this YouTube channel. I wouldn't have all you guys watching these videos. So for the trade-off there, I think I'm pretty happy with what happened. I'm glad that you guys are watching. I'm glad that I have a YouTube channel now, and maybe you know one day I will eventually go back to Japan and do Japanese TV again. Maybe I'll do something else, but I'm just very happy with where things are right now. I'm glad you guys are watching. Thanks again so much for watching. Make sure to like and subscribe, like all my Facebook fan pages, Instagram, Twitter, all those things, and keep up with me and see what I'm doing with my life. All right, so once again I'll see you guys in the next video. All right, bye.